これで OK。 そうするとすごい自然に丸くなってるの分かります？チェキチェキ、こんにちは、表参道ヘアティストあやまるです。今回は世界一分かりやすい失敗しない前髪のセット方法について解説していきます。前髪をふんわりしたいけどなんかペッタンってしちゃう、アイロンを使ってみてもなんか変な跡ができるし、なんか変に巻いちゃうし、なんか潰れちゃうし、なかなか思うようにうまくいかない。前髪って顔の印象を変えるすごく大事な部分になるので、前髪のスタイリングで悩んでる方たくさんいるんじゃないですか？そこで今回は前髪を失敗せずにスタイリングする方法を解説していきたいと思います。ちょっとしたポイントを押さえるだけで誰でも簡単に前髪をセットすることができるようになるので、ぜひ参考にしてください。はい、では早速やっていくんですが、まずは前髪を濡らすところからやっていきます。こんな風にね、私のように前髪に生え癖があってぱっくり割れやすい方だったり、すごい癖が出やすい方だったり、前髪のね生え癖に悩む方いると思うんですけど、まずはこの根元の根本の部分ですね、しっかり土台を作った状態からセットしないと絶対前髪はうまく決まりません。仮にその時にねうまくセットできたって思っても、ちょっと時間が経つとすぐ戻っちゃいます。なのでまずはこの根本の部分ですね、土台のところ、アイロンを通す前しっかりベースを作っていきます。で、前髪を濡らしていくんですけど、絶対根元を濡らしてくださいね。まずは根元を中心に濡らすのが大事。毛先の方だけ濡らしても結局根本のこの根元の部分の癖が修正されていないと結局治んないので、必ず根元を中心に濡らしてください。で、このパックリ割れちゃうところもそうなんですけど、この横の部分とかもね濡らしてあげて癖を直してあげると、自然に横の髪の毛と前髪が馴染んでくれます。このちゃんとつなぎ目のところもしっかり濡らしてベースを作って整えてあげると、すごい自然な感じになります。で、こんな風に根元を濡らすことができたら、コームを使って一度全体に水をなじませます。で、こういう風にジグザグしながら溶かしてあげると生え癖が出にくくなります。はい、で、そしたら乾かしていくんですけど、乾かすときは特にこのパックリ割れちゃう生え癖がどうしてもあるところあると思うんですけど、こういうのがある方は割れてしまう方の髪の毛と反対の方に引っ張りながら乾かしてあげる、こうバッテンにする感じですね。真ん中が割れちゃうので、もう無理やり反対側に乾かしちゃえば、手を離してもちょうどこの真ん中のパックリ割れが出にくくなります。その他の部分はちょっと指の腹でこすりながら、右に乾かしたりとか左に乾かしたりってしながら、いろんな方向に向かって乾かしていきます。で、このサイドの部分、横の前髪のところと後ろのつなぎ目の部分はもう全部こう前に向かって乾かしてあげると、パックリ割れがしづらくなります。こう後ろに向かって乾かしたりすること多いと思うんですけど、そうするとやっぱり横の髪の毛と前髪の間が分かれやすくなるんですね。なので必ずこの横の部分は前に前にこう潰すようなイメージで乾かしてあげると、こうね元に戻した時に前髪と横の髪の毛自然に馴染んでくれます。ではまずそこまでやっていきましょうか。はい、これで今前髪が乾きました。今見てもらったように、こう長いところの髪の毛も一緒に持ってきちゃって大丈夫です。その方が前髪だけ孤立せずに馴染みやすくなります。はい、そしたら今あったかい風で乾かしたんですけど、次は冷風を使います。冷風を当てるとしっかりセットした前髪がキープしやすくなります。なのでなるべく散らばってこう冷風を当てるっていうよりかは、上から下に向かってちょっと整えながら、その形をキープさせてあげるぞっていう気持ちで冷風を当ててあげるといいかなと思います。この前髪がねボリュームがないっていうので悩んでる方もいると思うんですけど、そういった方はこの冷風の時は、上から下に向かって風を当ててあげるプラス、毛先をこう指全体で持って動かないようにした状態で下からこう風を当ててあげると、根元の部分からふんわりしやすいです。この部分ですね、この真ん中の根元のふんわりしてほしいところに冷風を当ててあげると、ちょっと根元がふわっとしてボリュームが出てくれます。で、しっかりこの時毛先必ず離さないで風を当ててくださいね。何にもしない手で支えない状態で下から冷風を当てちゃうと、バーって広がってまた変に跡がつきやすくなっちゃうので、髪の毛は指でまとめて散らばらないようにした状態で冷風を当ててください。ではそこまでやっていきます。はい、これで今冷風も当て終わりました。ちょっとさっきより気持ちふんわりしてる感じわかりますかね。
ぱっくり分け目も目立つことなく、まあ、多少やっぱりもともとくせ毛なので癖は残ってるんですけど、ベースでしっかり生え癖治っていれば OK です。もうドライヤーでここまでできたら結構十分かなと思います。でここからストレートアイロンを使って前髪をセットしていくんですが、注意してほしいのがちゃんと前髪を乾かしてくださいっていうところですね。やっぱりこの時点でしっかり前髪が乾いていないとアイロン通しても跡がつかなかったりとか、そんな状態でアイロンを通すとやっぱり髪の毛はダメージしてしまうので、必ずしっかり完全に乾かすようにしてください。今回使うのはリファのストレートアイロンです。温度は140度。前髪を他の部分に比べて髪の毛の量が少なかったり髪の毛が細かったりするので、横と同じ温度でアイロンは通さなくていいかなと思います。私の場合は癖がちょっと強いので140度でやっていくんですけど、120度とか100度でもしっかりセットはできるかなと思うので、ご自身にとっての一番低い温度を探してみてください。はい、では早速やっていくんですが、まずあるあるな失敗をやっていきたいと思います。よくありがちなのがこういう前髪。確かにくるんと巻けてはいるんですが、横から見るとじゃん、根元がすごい潰れて毛先だけくるって巻かれている状態。これね結構あるあるだと思うんですよ。前から見てもなんか根元ペターンって潰れて見えて、毛先のボリュームだけなんかすごいみたいな。こうね一見よく見えるんですが、近くで見ると分かります。こうならないために今からねしっかりやっていきますので、一旦前髪直します。はい、これで今一旦前髪直してきましたので、早速やっていきたいと思います。でまずちょっと根元からねふんわりさせたいので、一旦根元のところをちょっと立ち上げるようにアイロンしていきます。まず髪の毛を真ん中で上下に分けます。で一旦上の髪の毛は浮いておく。でこの部分に関しては本当に根元のこの半分ぐらいをアイロン軽く通すだけです。この頭皮に対して垂直に髪の毛引き上げてください。まずほとんど真上ぐらい、このぐらいですね。この髪の毛に対して同じ角度でアイロンをサッと当てます。これだけ、これを全体やっていきます。持ち上げて根元だけ上に向かってこうアイロンを通す。反対も上に向かってアイロンを通す。はい、これでちょっと軽く手で整えて元の位置に戻してもらって、そしたら次上の部分ですね。ここも同じように頭皮に対して垂直にこうひねった状態で当てちゃうとポキッと折れちゃうので、もう髪の毛に対してこうもうそのまま挟めるような角度、この角度で半分だけ上に向かってアイロンを通す感じ。ちょっと今大げさなんですけど、この根元の部分がこうふんわりしてるの分かりますかね。ペターンとしてるとこういう感じです。根元だけこうふんわりまっすぐ生えてる方向に向かって通すことによって根元がふわっと立ち上がりやすくなります。でこの状態で髪の毛一旦元の位置に戻してもらって、一旦こう櫛で溶かしてあげるとこの後のアイロンセットが入れやすいかなと思います。はい、そしたら次はこの真ん中から下の部分ですね、ここにアイロンを通します。まずは前髪を右左真ん中の3つに分けます。だいたい1対2対1ぐらいの割合で、まずはこの真ん中の部分から。真ん中の部分に関してはもうまっすぐ通すだけなんですが、この時はアイロンのひねり具合がすごく大事になります。さっきのようにまっすぐグランと一気に毛先の方だけひねってしまうと根元潰れて毛先だけボンとボリュームが出てしまうんですけど、アイロンを普通に挟んでいただいて髪の毛に対して同じ角度ですね、斜め45度ぐらいかな。で挟んだらそのまま円を描くようにアイロンを通していくんですけど、回転に関してはこの挟んだ部分が前にちょっと見える部分ぐらいで OK です。これをぐるっと下までいかない。では実際やっていくと、挟みます、手首ひねります、ここ、これで OK。そうするとすごい自然に丸くなってるの分かります？全体的にしっかりボリュームが出てますよね。次両端いきます。最初は左側から。で左側のこの前髪に関してはまっすぐ通すっていうよりかはまっすぐ通しながらちょっとこっちに流れてる方がバランスが良くなるので、巻き方としては初めは最初と一緒、前髪の角度と同じ、こう挟んでも髪の毛が折れないような角度で挟みます。だいたい45度くらい挟んで、まっすぐ下ろしてまた挟んだとこが見えてきたらそのまま真横にアイロンを抜きます。変に流したいからって言ってこうアイロンを斜めにしない、もう挟んで毛先挟むとこ見えたら真横にそのまま流す。はい、そうすると綺麗に流れます。であとはこの部分をなじませてあげたら左側綺麗に完成いたしました。次右側ですね。まずは中間からアイロンを挟んでそのまま下ろして、ここが見えてきたらそのまま真横に流す。
はい、そうするとこんな感じで綺麗に流れました。あとは境目の部分をこう軽くなじませてあげればこんな感じで完成です。全然不自然にペタンとしてる感じもなくて自然にふんわりしててめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。アイロンの通し方だったり角度を意識するだけで仕上がりがかなり変わったの分かりますか。はい、そしたら最後にスタイリング剤をつけて前髪のセット仕上げをしていきます。今回は使うのはバームです。オイルでもマックスでも全然 OK なんですけど私はバームの束感が好きなのでバームを使います。前髪だけなので本当にちょっとで、このついてるのかついてないのかわからないぐらいの量を指になじませます。で、しっかり伸ばした状態で中間毛先にバームをなじませます。せっかくねふわっとセットしたのであまりこうベターンって潰さないようにちょっとふわっと浮かせながら毛先中間になじませます。前髪のボリュームをこう抑えたい方はしっかりつけていいんですけどふんわりキープさせたい方はなるべく潰さないように中間毛先につけてください。最後櫛で優しくとかします。この根元の部分をなるべく潰さないように優しく整えます。で最後にスプレーを振ります。 20〜30cm 離したところから今度はこの上の部分にめがけて3回ぐらい細かく振ります。そうするとしっかり前髪がキープされます。あんまり毛先の方にもバーってしっかりつけちゃうとまたスプレーの重みでペタンってなりやすくなっちゃうのでバームはどちらかといえば中間毛先、スプレーは上の方っていうイメージを持ってセットしていただくとふんわりキープされやすいかなと思います。すごい自然な感じじゃないですか。もう明らかに作り込みましたガチガチっていうよりかは結構自然な感じ。今回紹介したポイントとしてはまずは最初に前髪を根元から濡らして癖を直してベースをしっかり作っていく、冷風を当てるのも忘れずに、で次が前髪をまず上下に分けて根元だけ上に立ち上がるようにパンって挟んで終わり、通すっていうよりかはパチッと挟んでちょっと上に向かせる感じでアイロンを当てる、でその後は中間毛先を下ろした状態であんまり巻き込みすぎず挟んだ部分がちょっと前に見えるところぐらいまで回転させてアイロンを通していく。そして前髪を流したい方に流すときはアイロンを傾けるんじゃなくてそのまま平行にまっすぐアイロンを通す。で最後ですね、スタイリング剤とスプレーを使ってスタイリング剤スプレーというイメージでつけていく。このポイントを押さえておけば変にペタンコな前髪になったり毛先だけ巻きすぎちゃうってこともなくなると思うので失敗することなく綺麗な前髪セットすることができるかなと思います。ぜひ今回のやり方を参考にしていただいて前髪セットをマスターしましょう。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからかもしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。謝るイコールこう前髪がしっかりあるっていうイメージだと思うんですけど昔はね私も前髪すごい長かったんですよ。横と前髪の長さが同じ感じで伸ばしてました。なんでかっていうとバレエをやっていたから。踊る方のバレエです。そう、バレエの時ってやっぱりオールバック必須というかオールバックのお団子が当たり前だったので前髪なんて絶対ない方がいいって思ってずっと前髪長かったです。小学校の頃はずっと前髪長かったんですけど中学校入って切ったのかな前髪は。小学校の時はどちらかというとバレエだけに専念してバレエ中心の生活を送っていたと言っても過言ではないぐらいバレエをすごくやっていたのでバレエベースの人生だったんですけど中学に入ってちょっとおしゃれに目覚める時に前髪を切って、まあ、バレエの時邪魔でもいいやでも前髪切りたいっていう思いで前髪を切ったのかな確か。っていうか大人の方でバレエする方すごい増えてると思うんですけど気のせい？私のお客さんでも何人かいて大人バレエやってますみたいな、え、私もバレエやってましたみたいな話をよくねさせていただくんですけど大人バレエ流行ってるのかな。なんかでもいいですよね大人になってなんかいい趣味というかいい運動になる気がする。私もねたまにちょっと踊ってみたいななんて思ったりなんかバレエの曲を聴くとその時の踊り思い出すんですよね。やっぱ体は忘れないなってめっちゃ思ったけどきっと体はついてこないんだろうなって思ってます。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもある謝るが開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し削減分を原料に充てることで
サロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいで検索してください。